世の中には2種類の音楽が存在します。ネワボとネワボでないもの、そんな日常に寄り添うネワボの世界を一緒に触れてみませんか。始まりました。12月1日木曜日、第11回ネオコパビリオンポッドキャスト。実はこの日我が娘の誕生日です。おめでとうひろちゃん。おはようございます。ネオコマウンテン部ポッドキャスト、本日9名で、御嶽山に来ております。これから登りますのでよろしくお願いします。滝に着きました。マイナスイオンたっぷりです。結構下りきつかったです。何これ。先日総勢9名でネワコマウンテン部東京青梅の御嶽山に登ってきました。池水さんもご一緒だったんですよね。はい、本日もお邪魔してます。御嶽山楽しかったね。もう一つの滝にたどり着きました。こちらもマイナスイオンたっぷりです。コロナしかこちらの方の水が冷たく感じられます。ようやく御嶽山戻ってきました。一周して戻ってまいりました。皆さんいかがでしたか。余裕でした。余裕でした。ブロッキーです。ブロッキー。階段で階段をするのを忘れました。だそうです。今ランチタイムです。めちゃめちゃ綺麗な景色を見ながらカップラーメン食べてます。御嶽山は929m と高くないんですけれども、古くから山岳信仰で親しまれていて、パワースポットでもあるんですよね。それで滝とか結構見どころ満載の山でして、見晴らし良い場所でそれぞれが持ち寄ったカップラーメンを食べて、まあ、下山後はみんなで温泉行って、もう本当丸一日楽しみました。池水さん、山登りいかがでした。楽しかったですね。まあ、山での、まあ、BGM は結構ギャングウェイのマウンテンソングと言いたいところなんですけども、 なんとなく雰囲気がなんかニック・ドレイク聞きたいなと思って、ニック・ドレイクそっくりのクリス・ブレインをこう、携帯から流して、それでちょっと食事を楽しみましたというところです。じゃあ中村さんも行きましょうね。もう一回経験してますからね、僕はね。険しい。みんなで。いやでもあれ、滝まで600m って嘘でしたよね。ね。もうすっごい滝の音が全然聞こえてこなくて、ね、どこまで、ね、行ってないじゃん。どこまで行ったら滝がって思ったら、ね、600メートルって言った。だいたい標識がね。そう。何百メートルとかね。たらなかなか下っていったらね、滝の音しないから相当6キロの間違いだとか言って ね、うん、そしたらホラ貝の ね音が聞こえてんさ、トランペットとか言って、ね、なんか聞こえてくるなって、ピリーさんじゃないか、ね、そうトランペット誰か吹いてるかって言ったらね、ホラ貝だったんですよね。そう、ホラ貝を吹く一行が現れてっていう、ね、でしたね。だからね、この、うん、写真も結構撮ってあるんで、うん、ノートには載せときますので、ぜひぜひ見てください。
先週に引き続きゲストに池水真由美さんをお招きしています。今週はブリッジファンの中村さんがインタビューいたします。池水さん、今週もよろしくお願いいたします。ネオパビよろしくお願いいたします。イエーイ池水さん、こんにちはこんにちは。いくつか質問したいと思いますがよろしいでしょうか。はい、今日ちょっと唐突に指輪が大きいなと思ったんですけどあ、これですね、はい、それはどうしたんですか。これはお守りです。あ、お守りなんですね。アメリカツアーに行った後かな、あアメリカツアーの時かアメリカツアーから帰ってきたとか、ブレント君がお土産でくれて、うん、あ、それは、はい、お守りでスノードームなんですか。ちなみにそうなんです、スノードームだったんですけど、うん、もう水がなくなっちゃって乾燥してますね。もうでも入れられないので入れられない、うん、どうしようかなみたいな。あ、なるほど、分かりました。最初はキラキラしてキラキラですね、はい、はい、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。まずは活動歴ですけど、これ、はい、ちょっと、はい、僕は結構ねやり取りでね会話の中でいろいろ聞いてたんですけど、はい、池水真由美さんのこう活動って どっから始まって、先週はあのねその前の学生の頃からのバンドの話だけど、はい、今回ね一応結成してるバンドに所属してからの話、順番をちょっと教えてほしいんですよね。はい、さっきのなんか先週の話だとバチェラーズが最初になるんですか。そうですね、バチェラーズは、うん、MDC っていうのがあって、ええ、モンキーダンスクラブっていう、うん、そこからバチェラーズとペニーアーケードとまあ、レビューパルレっていうバンドとか、うん、まあ、他いくつかに分かれていくんですけど、うん、あ、母体は MDC、 母体が MDC があって、うん、でまあこれを説明するとですね、小田くんっていう私の専門学校の時の、はい、はい、同級生がいまして、彼が MDC のベースで、うん、で MDC のボーカルがペニーアーケードの石田くんとバチェラーズのイビくんの2人ボーカルで、うん、あ、ツインなんだ、へー、だったんです。でそこからまあバチェラーズ、ペニーアーケード、うん、まあ、小田くんはレビューパルレっていうのを作って分かれていくんですけど、うんうん、あ、その時点でも MDC は MDC 解散っていうか、まあ、基本は活動してないようにあった、それぞれみんな多分、うん、基本はそういうそれぞれやってたって、はい、先週私がその雷に打たれたクリスマスの、はい、そのイベント、うん、で MDC もやってたんですけど、うん、でそれで見ることはできたんですけど、うん、MDC は割とそのもっとスカバンドっていうか、アニメソングだったりな、ま、なんかいろいろあの、まあ、スカバンドなんで、うん、まあ、ワクワクリズムバンドとかをちょっとイメージしてもらうとっていうか、割とホーンもいたり、うん、ダンサーもいたりっていう感じで、うん、たくさんいっぱいいて、うん、でまあワイワイやってる感じで、うん、でその小田くんベースの小田くんがあの中学の同級生のイビくんを誘って、うん、で高校の同級生の石田くんとか勝美くんを誘って、うん、で作ったバンドなので、うん、なるほどね、なんかそういう流れで来て、で、うん、みんなそれぞれまたバンドを分かれていってっていう感じですかね。でバチェラーズに私が入って、うん、それが解散になったので89年に解散したので、その後ブリッジを作る感じになりますかね、うんうん、流れとしては。じゃあ順番はやっぱり MDC があっての、そこからバチェラーズ、そうですかね、でブリッジ、はい、そうですね。でバチェラーズの、うん、まあ、カセットあの出していただいた、あ、はいはい、ブルーベリーさんに出してもらったカセット、はい、
がここにありますけど、これが2019年にね出していただいた、これがもともと当時出てた、当時88年に出した音源なんですけど、 それを聞きつけていただいた小出さんとか、その英国音楽チームがそこで登場して、で英国音楽の、 あの付録 CD じゃないや、 CD ないですね、フレキシが、はい、そのシート、ロリポップとかも、はい、ロリポップと一緒に入って、でそれを見に来てたギターの清水くんが私を誘ってくれて、うんうん、まあ、ブリッジとかマーブルハンモックに発展していくんですけど、ちなみに清水さんってその前は何かやられてたんですか？清水くんは多分そのバチェラーズのメンバーの木田くんとかと一緒にやったりしてたんじゃないですかね、うん、と思う。音源は残ってないんですか？どうでしょう、聞いたことはない、真由美さんは。デモとかは聞いてるけど、うん、あ、実際残ってるっていうあればどうかなみたいな。そうですね、多分あると思うんですけど、うん、どうだったか私ちょっと忘れちゃったけど。 ありがとうございます、はい、ゲーム音楽も制作されてたっていうことでしたけど、この辺はどういった経緯で、はい、そうですね、ゲーム音楽はその3ベリーのサポートしてくれてた、木田俊介くんがそういったお仕事もされてたんで、うん、それで2曲ぐらいですかね、歌詞書いたりとか歌ったりとか、音楽ゲームとかの、うん、ポップンミュージックとかポップンステージっていうゲームとかの音楽に関わらせていただいて、でそれをやってたのが多分99年とか2000年とかなんですけど、うん、杉くんって今ドラムやってもらってる杉くんはその頃から そういったお仕事で知り合いました。あ、それから知り合って一緒にやるようになった、はい、長いお付き合いです。ちなみにそのゲーム音楽とゲームをなんかやるとその音楽が流れる？もうゲームセンターとかにある、はい、ゲームで、太鼓の達人とか、まあ、太鼓の達人とか、まあ、そういうイメージですかね、うん、あとなんかやるプレイするとその音楽がピコピコなんかいってるんですね、なんかそうですね、私が関わってた曲は割と裏のっていうか、なんかすごい上手い人じゃないと出せないとかっていうなんか曲だったみたいで、すごいボーナスステージみたいな、なんか、ね、特別なところじゃない、出てこないってやっぱり、はい、多分、はい、あ、そうなんですね、これはね、私自分ではできなかったので友達に出してもらって見せてもらったことはありますけど、あ、そのゲームのね、そうそう、なるほど、そこまでたどり着かないんで、 CD ほら出てた、なんか、はいはい、コンピレーションみたいなので、ね、聞かせてもらったことあって、ね、はい、たくさん入ってるやつ ね、うん、はい、でも実際本当ゲームで流れるんだろうなと思って、それどうなんだろう、そうみたいですよ、そうですね、はい、曲がそうまあでも曲は私は書いてなくて、歌詞だけでしたかね、ゲーム音楽は、うん、ああ、なるほど、はい、面白い話ですね、うん、ファンの方、ね、CD も探してみてはいい、ギターポップレストランっていうイベントとかだと割とそっちのファンの人たちが多いですね、そうですね、はい、うん、なるほど、いろいろ関わってねやられてますけど、以前新年会で勢いで結成したパセリンズは、はい、どういう感じで、はい、現在どんな感じなのか、ちょっとなんか実態がこう SNS とかパセリンズとかってないじゃないですか、そうですね、なんかファンの方はもしかしてね、はい、分かんないな、やんないのかなって思ってるかもしれないんで、まあ、言える範囲で、そうですね、うん、なんか誰かがペースラインズって呼んでたりしてああ、いやパセリンズですとかって言って、うん、多分なんか
普通に英語的にはペースラインになっちゃうんでしょうね。うん、なんか通過地点みたいな、なんか通路だから通過地点みたいな感じのになるのかなっていう感じなんですけど、まあもともとやっぱりその新年会での勢いなんで、バセリンズのカバーをするみたいな、そういうコピーバンドみたいな意味でバセリンズからもじってバセリンズになった、まあなんか造語というか感じなんですけど、ブルーベリーパビリオンのね冒頭で1に入って、でこの間のあのカバーコンビにも入れて参加していただきましたけど、メンバーがね、あのナックル中村さん、そうですね、ナックルくん、おいちゃん、まゆちゃん、ちはるちゃん、私、とまゆみさんやってる5人ですけど、そうですね、まあ今レコーディングをしようって言って、うんうん、曲は5曲ぐらいあるんですけど、レコーディング、もうライブできそうですね。いやいや、まだ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 全然ですけど、でもそのレコーディングを始める前に、うん、この間アーシャを取りに行ったんです。人体植物公園。まずはまずアーシャでしょ。取ろうよって。いや、なんか秋晴らの季節がどうのとかもあって、うん、じゃあって言って、でもなんかその時にまあアーシャって なるかもしれないんですけど、そのどういう音を作っていきたいかっていう時に、まあやっぱりなんかそのアーシャ取りに行ってこういう感じだよねっていう、うん、その服もそうですけど、うん、まあ色合いとかあのなんかそういうことでみんなでこう出し合ってなんとなく音楽のコンセプトも決まってきたような気がします。あ、じゃあ意義あるあれでしたね、はい、まあアーシャに寄せて寄せてみたいな、ね、でもまとまるなんかこうね、あれできっかけになるのは良かったですね。そうです ね、はい、うん、なるほど、はい、ありがとうございます、はいはい、まあ音源が出たらまた、はい、楽しみにしててください。楽しみですね。はい、小泉さんはなんかアコーディオンと、まあ、ボーカルはもちろんそうなんですけど、他に何かこう楽器は弾かれるんですか？まあ、ピアノとプラスバンドの時はクラリネットやってました。あ、クラリネットもやられるんですか？もう吹けないと思いますけど。小泉さんがクラリネットおかしいですか？なんかテキーラさんが笑ってますね、謎に。一応吹いてたんですよ、朝礼の時とか。朝礼はい、まあ、ギターは一回習おうとしたんですけど、うんうん、まあ、手も小さいのもあってうまくこう抑えられないのもあって、まあ多分ちょっと、まあ、絶対音感気味なので、うん、チューニングが狂ってるとか、なんかこうもうカポとか多分絶対無理っていうか、気持ち悪くなっちゃうっていうか、このこれを抑えたらこの音が出るって思ってるのに出ないともう気持ち悪いっていうか、キーボードでも多分そのなんかあるじゃないですか、トランスポーズなんか分かんないですけど、絶対音感の方はそういうのがあるんですね。気持ち悪くなっちゃう、ね、だからなんか、なんかブリッジの時にもなんかこうそのコードで、決まったコードで練習してきたのに急になんか半音だか上がったか下がったかした曲があって、うん、って弾けないってなって、まあじゃあそのピッチを変えればいいってなったんですけど、すっごい気持ち悪くて。そういうもんなんですね。酒飲みすぎて気持ち悪くなることいっぱいあるけどね。どすぎる話。ブリッジの中で個人的に好きな曲ベスト3。あ、これすごい悩みますね。ね、悩むでしょうね。なかなか難しいですけど。まあ、今感じた今日の気持ちでいくと、うん、まあ自分で作った曲のウィンディーアフタヌーンを入れちゃうかな。不動ですよね。ナンバーワンですよね。はい、
まあ、あのマミちゃんがあのこれなんか通勤電車の満員電車の中で書いたんですけど、うん、ああなんか電車で書くの多いんですね。電車とか自転車多いんですけど、はあ、なんかでウィンディーアフタヌーンっていうタイトルまで考えて、うん、そのタイトルで歌詞書いてってマミちゃんに頼んで、はい、書いてもらいましたね。出来上がった名曲が、はい、ね、もうあと2曲、あと2曲はヒーシーアイですかね。カジ君のファブギアっていうコンビに入ったんですけど、うん、まあそこから割と、うん、まあ、そこからっていうか、まあ、あれはすごく大きな出来事だったので、うん、すごいいろんなアーティストが入ってるじゃないですか。ですね、入ってましたね。クロームセットとかルイ・フィリップとか。ね、L レーベルとつながるなんか感じてて、ね、うん、ですよね、すごいなと思って、まあそこに入った曲、入った曲、思い出の曲でもある。古いレパートリーですよね。そうですね、うん、割と本当に初期からやってるんじゃないですかね。ライブで生で聴いてました。あ、ありがとうございます。多分初ライブでもやってるぐらいだと思うんですけど。じゃあともう一曲ね、うん、すごい悩んで、あげく、まあチェンジですかね。それも初期の曲ですね。結局初期ですかね。まあこれはやっぱりあのそうですね、ブローアップっていうコンビに滝見さんがやってたクルエール、はい、ね、まあハンマーの森さんに、はい、ハンマースタジオで、ハンマースタジオで、はい、思い出の、いろんな思い出のですかね、うん、はい、なんか全然初期の曲ばっかりで後期の曲があれですけど、僕はもう最高でしたね。ここで先週に引き続き貴重なデモ音源をお預かりしていますので、少し流したいと思います。エールソングお聴きください。こちらも完成度高いですね。デモにしても、少し制作過程を教えていただけますか。そうですね、この曲は全然イメージは違うんですけど、志村けんさんがコロナで亡くなったじゃないですか。そのニュースを聞いてすごいちょっとショックで、うん、まあ、初めてそのなんか名前がと顔が分かる方が亡くなったっていうので、うん、ちょっとびっくりして、いよいよなんかこういろんな、なんかいろいろなことを考えてしまって、うん、なんかこう自分にできることは何だろうじゃないんですけど、まあなんかまあ何ができるって言ったら、まあ今やっぱり曲を作るしかできないなって思って。で書いた曲なんですけど、全然その雰囲気は志村けんさんとかいうわけではないんですけど、うん、はい、まあコロナ禍で考えた感じですか ね、 ね、志村けんさんが亡くなられた頃はね、ちょっとまだ混沌として、今よりも混沌としてましたからね。ちょっとなんかその、うん、
先が見えない感じ。そうなんですよ。だからなんか、まあ、これエールソングって言うんですけど、うん、まあ、ちょっとその応援したいっていうか、うん、まあ、みんなで頑張ろうみたいな気持ちで書いた曲ですかね。はい、はい、まだまだお話を伺いたいと思いますが、ここで一曲聴かせていただけますでしょうか。タイトルコール池水さんお願いします。はい、スリーベリーアイスクリームでスリーチェアーズです。Let's go sledding, hey, 'cause the bells are ringing our names. Aren't you ready for some fun and games? Put your mittens on and join the snow parade. Hey, let's bake some gingerbread. Sleepy angel, don't think of going to bed. The tree's still bare of all its ornaments. There's still lots to do. Time to lose. Three cheers, let's hang from chandeliers. It's my favorite time of the year. Pure snow, all aglow like halos. I trade in the sun and the moon, and every star that never would disappear. Let's go sledding. Time of the year, pure snow, all aglow like halos. I trade in the sun and the moon, and every star that ever would スリーベリーアイスクリームでスリーチアーズでした。池水さん、たくさん音楽聴いてると思いますが、俺の寝起こ曲、これ俺の寝起こ曲ってなんかちょっと変だ ね、 ね、まあいいや、女性の場合どうしたらいいのか、どうしたらいいんだろう、ね、なんて言うんですかね、まあいいじゃん、俺やこ、俺やこ、俺やこ、うん、まあ、まあいいや、はい、じゃあ池水さん、俺やこ教えてください。そうですね、これも悩みますよね、うん、やむよねいきなり俺の子だよ。そうなんですよね、一曲って言われるとね困りますけどね、うん、困りますけど、でも選んでください。そうですね、まあ先週もちょっと話に出ましたけど、あれですかね、アズテックカメラのオブリビアスですかね。なんで、まあまあね、もう理由もないね、あれはね、うん、まあや、そのチョイスは何かありますか。そうですね、いや、何かでもあのこの間言っちゃったんですけど、だからそのひびくんがあの
バチラーズの指くんがこれを聴けって言って、うん、最初に聴いてピンときた曲だから、うん、やっぱりこう自分の中ではもう絶対外せない曲っていう感じですかね。10曲とか選ばせてくれたらまたいろいろあれですけど ね、やっぱ1曲になるとねやっぱり発射カメラはね、うん、そうですね、まあとりあえず王道ですかね、うん、はい、まあ、ロリポップソニックのとかも考えたんですけどね、うん、ちょっとコーヒーミルククレイジーとかでもまあはい、はい、じゃあ最後の質問になります。スミスはネオコだと思いますか？思います。おー、ほら久々に丸が来てる、丸、はい、私は入れちゃいますね。難しいんですけどね、うん、ネオはこの定義が、うん、でも、まあ、私の中では入れちゃいます。オレンジジュースも入れちゃいます。ほら、なんか中村さんが文句ありそう。フェルトも入れます、うん、スミスを入れたポイントは何かありますか？ポイント、そうですね、難しいですけど ね難しいですよ ね。コメントもしづらいっていうのもあるんですよ ですね。まあこの頃聞いてた80年代後半に聞いてた曲はもう全部、うん、ひっくるめて私の中ではネオワコン、うん、そうですよね、そう、ね、そういう捉え方もね、はい、ただあると思いますよね、はい、うん、私的にはそうです。そう、従います。いいんですよね、丸でも×でもね、三角でもいいんですけどね、はい、うん、じゃあもう一個ちょっと僕の方から聞かせていただければと思うんですけども、はい、すごいね、ミスターチルドレンのクロスロードは、はい、ネワコですか？どうですかね、なんかわかんない、どうだろう、違いそう。違いそう、いいですよ、別にこれもう別に正解はないので、どうだろう、三角。三角出ました。三角でいいんですか？三角ダメなの？三角ダメです。ダメ。じゃあ罰か。罰ですよ、うん、それはなぜっていうのはあります？その当時ちゃんとそう聞いてないから。私ね、まあね、まあ正確にはどうかなっていうのはあるけど、なんかあの曲は結構ネオワコに近い部分はあるかなと。でも対バンしたことありますね。そうですよね、はい、すごいですよね、ブリッジの時に、ね、そうだあのなんかミスターチルドレンはレイルウェイチルドレンから撮ったっていう噂もあるので、うん、そうらしいんですよ、ね、らしいのでね、あの方たちがネオワコ知ってるのか知らないのかわからないけども、うん、知ってるのかもっていうところですね、うん、かもしれないですね、うん、じゃあとりあえず×っていうことで。いや、ノートに書いておきますので。いろんな人の意見を聞いて、そうですね、はい、はい、ゲストに池水真由美さんをお迎えしています。来週はスタジオライブを披露していただきます。次週もどうぞよろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。池水さん、今週も別コーナーお付き合いください。はい、今週のブルレコメン、高円寺のレコードショップディスクブルーベリーの店主中村さんがセレクトするおすすめネオコ曲を紹介するコーナーです。どんな素敵な曲を教えてくれるのでしょうか。中村さん、お願いします。はい、今週のブルーレコメンドはダックテイルズで Raise the Stakes。
ダックテイルズ、ライズ・ザ・ステークスでした。中村さん、解説お願いします。はい、こちらの元リアルエステートのギタリストマット君のソロプロジェクトで、これ一番最新のアルバムなのかな。発売するす、ね、発売するって言って、でも結構経ってたんですよ。もう1年以上経ってて、うんうん、なんかうまくプレスができなかったとかって言われて、プレス止まってんの、うん、止まって、それで今年の春出るとやっと出るよって言われて、その後なんか届いて、それでうちも入れたんで、はい、うん、届いたんだけど、届いたら張り飛びしちゃってて、あらら、それでまた連絡してこれまずいねって言って、それでまた工場に頼んでさらにプレスしてもらって、なんか結局の8月ぐらいかな届いたの。あ、そうなの。だからあのね、バンドキャンプとかそういうところでは聞けてたんですけど、サブスクではどうだかよく分かんないですけど、出たのはそんなに新しいってあれではないけど、ただ実際物が出たのはもう最近で、うん、こういう、そうなんだ、メロ系インディーポップっていうかね、うん、声がいいでしょ、うんね、うん、リアルエステートで久しぶりに聞いた、リアルエステートもいいですけど ね、ありがとうございます。こっちの方が聞きやすいのかもしれないですよね、うん、あ、こっちの方、そう、そう、だからリアルエステートマット抜けたらなんかあんまり良くなくなったんじゃないかっていう気もしなくも、やっぱこの人メロディーメーカーなのかなっていう、うん、うん、気はしますね、うん、まあちょっとね、惜しいやめ方をしたんで、まあその辺は突っ込まないようにしておきますけど、うん、まあ、重要な方だったんだなとは感じますね、はい、今週のプロレコメンドはダックテイルズ、ライズ・ザ・ステークスでした。皆さんチェックしてみてください。来週のブルーレコメンドもお楽しみに。ネワコネワコファミリーオーホーネワコネワコファミリーオーホー。来週の配信は12月8日木曜日20時30分、思い出のサニートークネオコのはゲストはスリーベリーアイスクリームの池水真由美さん、そして来週はとうとうスタジオライブがあります。また番組のアイコンをデザインしていただきました釜揚げさんより制作秘話のコメントがあります。そして毎週お届けしてます今週のブルーレコメンド、このような内容でお届けいたします。また次回の DJ イベントネアコパビリオンは高円寺ディスクブルーベリーにて12月17日開催です。ゲストはサニーサイドラブさん、西さんです。こちらもどうぞよろしくお願いいたします。そして番組内容は毎週金曜日にノートでもご紹介させていただいてます。番組内でオンエアできなかった曲なども聞くことができますので、こちらもチェックしてみてください。それではそろそろお時間になりました。最後は合言葉ネオパビでお別れしましょう。せーの、ネオパビ、イエーイ。最後にお知らせです。本番組は TFC ラボのポッドキャストステーションブレインドリーンの番組です。ブレインドリーンはその他にも集まれ、伝統芸能部、クラシックウイルス、みんなで語る小劇場演劇、お金の教室、オーディオドラマシアター社員でしょう、お買い物ホリック、ナショナルアーズオブポッドキャストがあり、ぜひ検索してみて聞いてみてください。またこの番組ネオコパビリオンは毎週木曜日20時30分に配信されます。今後僕らの大好きなネオコをプッシュしていきますので、次回の配信もお楽しみにお待ちください。